2009年10月7日19時30分ごろ、秋田県羽後町で、この町に暮らしていた中学3年生の少年が家出したまま行方不明になりました。行方不明になったのは当時15歳の荻生健二君です。事件に巻き込まれた可能性もあり、様々な角度から検証されています。しかし有力な目撃情報はありません。健二君の身に何が起きたのか、彼はどこかで今も暮らしているのか、事件の詳細をご紹介しましょう。家出の原因は彼が買ってきた革靴です。革靴について両親から怒られ、軽装のまま自宅を出て行ってしまいました。しばらくしても帰ってくる気配のない息子を心配した両親は、翌日10月8日に警察へ捜索願いを届け出ます。11月上旬に全県の警察へ手配を開始しましたが、手がかりにつながるような目撃情報が寄せられることがなかったので、広く情報を募ってほしいという両親からの要請もあり、警察は事件概要を発表しました。その後メディアで取り上げられ、全国的に事件が広まりましたが、12年経った今も行方はつかめていません。健二君は吹奏楽で有名な中学校へ通学しており、吹奏楽部に所属しクラリネットを担当していました。レギュラーを目指し、夜遅くまで練習に励む生活を送る中で、失踪当日は大会へ出場するために自分のお小遣いで3000円の革靴を買っています。自宅へ帰って両親に革靴を見せたところ、デザインをバカにされたため健二君は号泣したそうです。その後19時30分ごろ、彼は夕食を食べないまま家を出ました。両親には何も告げず、空腹のまま飛び出しています。財布は自宅へ置かれたままになっており、携帯電話も最初から持っていなかったので、健二君は何も持たず家を出たと思われます。健二君一家は田舎に住んでいました。しかし、自宅近くには人通りが少ないものの、交通量の多い県道もあり、目撃者が現れるのではと期待されましたが、歩行者はおろか運転手からの目撃情報も寄せられていません。全く目撃情報が寄せられないことや、家出の前触れを感じていなかったので、家族や近隣住民は皆不思議だと口を揃えて言います。それでは健二君の特徴についてもお伝えしましょう。彼は3人兄弟の末っ子で、両親と祖父母、兄2人の7人家族で暮らしていました。健二君は女の子のように愛らしい笑顔を見せ、兄弟の中で最も明るく、秋田なまりも少ない方だそうです。身長は170センチメートル、体重は55キログラム、どちらかといえば痩せ型で、羽後中学校指定のオレンジ色のジャージ上下にビーチサンダルで失踪しています。ただしこの服装については一つの疑問が残ります。彼は羽後町に住んでいますが、地元の羽後中学へ通学していたわけではありません。自宅から5キロメートル先、吹奏楽で名の知れた湯沢南中学校へ通っていたのです。そのため羽後中学校のジャージを着ていたことに疑問を唱える声もありますが、兄のお下がりではないかとも言われています。父親は事件や事故の可能性も主張し、助けてください。不安な毎日を過ごしています。と、情報提供を求めるコメントを発信しています。しかし、目撃情報は上がらず、現在も行方不明のままです。ここで考えられる可能性を考察していきましょう。健二君の家では、口論の末の衝動的なものである可能性が高かったので、誰もがすぐ見つかると思っていました。ところが想定外に、目撃情報も出ることなく、捜索は難航しています。どこかへ立ち寄った痕跡も発見されず、手がかりは一切見つかっていません。そこで一つの可能性が浮上しました。もしかしたら事件に巻き込まれ、車を使って誰かに連れ去られたのではないか。実際、そう指摘する人も多く存在します。彼はジャージにビーチサンダルなので、遠くへ行こうと考えたわけではないかもしれません。どうしようかと考えながら歩いていた時、誘拐の被害に遭ってしまったとも推測できます。
不審車両の目撃情報がなく、それほど偶然が重なることも考えづらいため、この仮説は賛否両論となっています。警察から捜索範囲は発表されていませんが、事故の可能性も捨てきれず、自宅近所の川や池、雑木林や山に何らかの痕跡があるのではないかと言われています。考えたくはありませんが、どこかで自分の命を絶っているかもしれません。未解決の行方不明事件ではもはや定番化していますが、東京でホストになっている噂もあります。ですが、ケンジ君に似た人物の目撃情報はありません。近年家出した若者に対し、逃走を援助するネットワークが存在しているようです。未成年が狙われ、振り込め詐欺の受け子や出し子として犯罪に加担させられる事件も増えています。半グレや暴力団など背後にそういった組織の関与が疑われていますが、ケンジ君は携帯電話を所持していなかったことから、そういったネットワークとの接点は考えられないでしょう。彼は失踪当時、蛍光色で派手なオレンジ色のジャージ姿でした。そのため外を歩いていれば目立ちます。たとえ田舎だとしても、目撃情報が一つも寄せられないのは疑問でしかありません。煙のように消え去ったと父親が言うように、事件の手がかりに出会うこともなく、まるで神隠しのようです。失踪当日の最高気温20度前後、最低気温10度前後でした。秋田は寒暖差もあり、翌日は雨だったので、ケンジ君が家を出た服装からしても寒さには耐えられないでしょう。事故であるなら生存の可能性は低いと思われていますが、彼の遺体が発見されたわけではありません。このことを踏まえれば生存している可能性が高く、第三者が失踪に介入していると予想されます。そしてケンジ君が携帯電話を持ってなかったことから推測し、誰か知り合いに助けを求めることはせずに、ヒッチハイクや誘拐などで見知らぬ人が関わっているのではないでしょうか。彼はどこに行ってしまったのか、今もどこかで元気に暮らしているのか、判断の難しい状況が続いています。失踪のきっかけは靴のデザインを馬鹿にされたことと伝えられていますが、本当にそれだけなのかは疑わしく思います。はっきりした当日の情報がないため断定することはできませんが、15歳の男の子がそれだけで家出をするとは考えにくいです。ケンジ君はジャージにビーチサンダルで、お金も携帯電話も持っていなかったため、計画的な家出とは考えにくいでしょう。自宅前で偶然車に乗った顔見知りに会って、そのまま車に乗っていったのかもしれません。その場合はケンジ君が軽装だったことや目撃情報が寄せられなかったことにも合致します。彼の人間関係の情報は確認できていませんが、本当に何もトラブルはなかったのかが気がかりです。警察はどこまで捜索したのか不明ですが、学校関係者や近隣に聞き込みを行い、ある程度の情報を明るみにすれば、事件の顛末にも見えてくるものがあるかもしれません。そして注目ポイントは、ケンジ君が靴のデザインを責められただけで泣きじゃくるほどの状態に陥ったのはなぜかということです。この出来事が発端になったとすれば、失踪した原因は家庭内にあります。泣いた理由は悲しみや怒り、悔しさや憤りなど、様々な感情が複雑に絡み合ったのかもしれません。どの感情による涙なのかが分かれば、この後彼がどんな行動をとったのか予想できたでしょう。例えば悲しみや悔しさだとすれば、自分が否定されたような気持ちになったかもしれません。自分の選んだ靴を認めてもらえなかった、自分の考えを受け入れてもらえなかった、そんな心境に陥り、最悪の場合自らの命を絶ちたい衝動に駆り立てられたとも考えられます。その反対に、怒りや憎しみだとすれば、自分一人で生きていこうと独立心が湧いて、親の世話になることを避け、自由を求めて家出したかもしれません。15歳は思春期です。コンプレックスもあれば、親に相談できない悩みもあったでしょう。そんな日常の中、自分のお小遣いで買ってきた靴を馬鹿にされ、
自分の存在自体を否定されたような気持ちになったのかもしれません。親に認められたい、褒められたい、そんな承認欲求が満たされず、不安定な感情を抱えたことで暴走したのではないでしょうか。そのため家を出る時もジャージやビーチサンダルのままだったので、一人で生きると覚悟を決めたのではなく、成り行き任せで家出したと考えた方が状況に合います。もしそうであれば、どこかで命を絶つ選択をしたかもしれません。しかし遺体は見つかっていません。元気で暮らしている、そんな朗報が舞い込んでくることを願わずにはいられません。ケンジ君の無事を願い、早く見つかることをお祈りします。